皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は岸防衛省の緊急インタビュー、ウクライナ侵攻で日本の安全保障環境は厳しさを増しております。そんな中で防衛力の強化と国民の命と暮らしを守る、そのようなインタビューがありましたので、今回は岸防衛省のインタビューをお伝えいたします。それではこちら夕刊フジの記事です。岸信夫防衛省に緊急インタビュー、ウクライナ侵攻、ロシアの責任をしっかり問う、厳しさを増す安保環境、防衛力強化、国民の命と暮らしを守る、という記事です。防衛省自衛隊のトップである岸信夫防衛省が夕刊フジの緊急インタビューに応じました。ロシアはウクライナ侵攻と並行して不法占拠する日本固有の領土、北方領土や日本海で軍事演習を強行しております。そして北朝鮮は弾道ミサイルを頻繁に発射し、中国は沖縄県尖閣諸島周辺への侵入を繰り返しております。日本を取り巻く安全保障環境が厳しくなる中、日本はどのように国民の生命と財産、領土領海領空を守り抜くのか、ということで非常に興味深いインタビューとなります。それではこちらから Q&A 方式になります。まずはロシアによるウクライナ侵攻は国際社会を一変させました。岸防衛省、国際秩序の根幹を揺るがす国際法違反の行為である。このように一方的な力による現状変更は決して許されない。ロシアによる侵略を容認すればアジアを含む他の地域でも認められるという誤ったインプリケーション、括弧含意を与えかねない、ということで、今ロシアのプロパガンダによってロシアは正義だとか、ウクライナにも原因があると、そしてどっちも悪いという、そういった主張をされる方がおりますが、それを認めてしまうと力による現状変更を認めるということにもつながってきます。なのでなんでウクライナを擁護しないといけないんだと、そういうことを思われる方はおそらくロシアによるプロパガンダに影響されているということになります。まず大事なことは、ロシアはウクライナの主権を侵して一方的に侵略を始めたんですよね。それはもう国際法違反ということになりますので、それを認めると中国が台湾に侵攻してもいいし、尖閣にもいいし、沖縄九州にも侵攻していいということを認めることになります。それを認めてしまうと誤った認識を与えかねないということになります。そこがまず大事なんですよね。それを覆したいがために在日ロシア大使館などが頻繁に情報戦を行っておりますので、まずはロシアは力による現状変更していると、それはダメだということが大前提ということになります。そしてもちろんウクライナにもアメリカのバイデン大統領にも原因があったかもしれませんが、それとこれとは全く別です。その弱みをついてくるのがロシアの情報戦ということになるので、それに騙されると今後中国がやることも許されてしまうということになります。続いてはウクライナの首都キーウ近郊ブチャなどでは住民が無差別に虐殺されていました。岸防衛省、無辜の民間人が多数殺害されるといった残虐行為が明らかになった。このような行為は重大な国際人権法違反だ。断じて許すことはできない。厳しく非難するとともに、ロシアの責任をしっかり問わねばならない。なので国際的に言うと、ブチャの残虐は、ロシアがやったことはもう国際常識なんですよ。それを一部日本の政党に所属している外交部長の方が、ブチャの大虐殺をやったのは実はウクライナ軍でした、みたいな動画を上げておりますが、それは国際常識と全く真反対なことをしていると、つまりロシアのプロパガンダに沿った主張をしているということになります。日本は言論の自由を許されているので、何を言っても問題ありませんが、ロシアの主張に加担することになるので、もちろん防衛大臣は世界中の情報を得ているので、岸防衛省が言うことが正しいのか、公党でもない政党の所属している外交部長が言うことが正しいのか、どちらが正しいのか判断されるべきだと私は思います。続いては自衛隊はウクライナに支援物資を提供している。岸防衛省、欧州のみならず、
アジアを含む国際社会の秩序を根幹から揺るがす行為に対し、国際社会と結束して毅然とした行動を取ることは、我が国の安全保障の観点からも大変重要なことだ。今後もウクライナに対し、できる限りの支援を行っていく。ということで、一番大事なことは、国際社会と結束して、毅然とした行動を取ることなんですよ。それに反する行為というのは、いざ日本有事が起こった時に世界が助けてくれないという方向になってしまいます。なのでウクライナは悪だと、その方向に行くと日本有事が起きた時に世界は助けてくれないということになりますので、それを主張している人は国際常識に反しているということになります。なので国際社会と結束した行動を取るということは非常に大事ということになります。その結束を乱そうとしているのがロシアということになります。なので誰がどういう発言をして行動しているのか、国際社会と連携しているのか、その基準で見るのが非常に大事ということになります。続いてロシアは4月日本海で巡航ミサイルの発射演習を行うなど、日本周辺での軍事活動も活発化させている。岸防衛省、ウクライナ侵攻に際してロシアは全土から兵力を動員させている。3月15日16日に津軽海峡通過を確認した戦車揚陸艦はウクライナ方面への兵員車両を輸送していた可能性がある。我が国周辺においてもロシアの活動が活発化していることは懸念すべきものだ。引き続き注視するとともに警戒監視活動に万全を尽くしていく。続いてロシアによるウクライナ侵攻は自衛隊の重要性を再認識させた。岸防衛省、ウクライナで起こっていることはまさにどこでもあり得る。アジアでも力による現状変更の試みは起こっている。我が国の防衛力の抜本的な強化と日米同盟の強化、国際社会との連携強化、この3つがこれまで以上に重要になってくる。つまりですね、もう一国で守る時代ではないということになります。まずは我が国の防衛力の抜本的な強化が必要ですと。それがないと次に来る日米同盟は強化できませんよと。そして中国、ロシア、北朝鮮のような核を持っている独裁国家に対抗するには国際社会と連携しないといけませんよと。なので国際社会に反するような考え方をしていると連携を強化できません。なのでそのような分断工作に騙されずに国際社会がやっている常識に沿わないといけなくなってくるということになります。なので日本はこの3つを今後は大事にしていかないといけません。この3つに沿わないような考え方、つまりアメリカが悪いとか NATO が悪いとか EU が悪いとか、そういった国の連携を分断するような発言をされている方はロシアや中国のプロパガンダに沿っている発言ということになるので要注意ということになります。続いては北朝鮮は3月に弾道ミサイルを発射し、日本の排他的経済水域 EEZ の内側に落下させました。岸防衛省、北朝鮮は今年に入ってから非常に高い頻度で、また新たな対応でミサイル発射を繰り返している。4月24日には新型と考えられる ICBM 級の弾道ミサイルを発射した。これまでの一連の発射とは次元の異なる深刻な脅威だ。つまりこの ICBM となりますと、アメリカにも届くということになります。なのでこれまでの発射とは次元が異なっていますよと。そういうふうに言われております。そして北朝鮮は国際社会がロシアによるウクライナ侵略に対応している最中、国際社会に対する挑発を一方的にエスカレートさせる発射を強行している。許されない暴挙であり断固として非難する。でいろんな情報を聞いておりますと、プーチン大統領は今回のウクライナ侵略を事前に中国の習近平に伝えていたと。そしてさらに北朝鮮の金正日にも伝えていたと。2、3日でウクライナを落とすと伝えていたと。そしてその後習近平は秋か来年初めに台湾に侵攻するよと。なのでプーチンと金正日はつながりがあって、ウクライナに侵攻している時にどんどん核開発をするようにと、どんどんミサイル開発をやってくれと、そして核実験まで行う可能性があることを示唆しているので、むしろウクライナ侵略の最中に
やりやすくなったんじゃないかという利害が一致したんじゃないかと思います。続いて中国も連日のように沖縄県尖閣諸島周辺に武装した海警局船を侵入させている。4月3日には中国海軍艦艇2隻が対馬海峡を通過した。岸防衛省、中国は東シナ海をはじめとする海空域において力を背景とした一方的な現状変更を試みるとともに軍事活動を活発化拡大している。近年中国の活動内容に質的な向上が見られ、実践的な統合作戦遂行能力の向上も見られる。その動向について引き続き重大な関心を持って注視していくということで、中国はですね、ロシアと同じで力による現状変更をしているんですよね。それはロシアと共に認めるわけにはいきません。そしてですね、中国軍というのは昔から弱いと言われていますが、実際には今質的な向上が見られていて、統合作戦遂行能力も向上していると、つまり甘く見ることができないということを言われております。続いて兄である安倍晋三元首相が防衛予算の大幅増を求めた新聞各社の世論調査でも防衛費を増額すべきとの声が高まっている。岸防衛省、防衛省として現下の安全保障環境に対応できるような防衛力を抜本的に強化するため、必要な予算をしっかり確保したい。厳しさを増す安全保障環境の中、防衛力の強化には一刻の猶予も許されないとの認識をもと、スピード感を持って検討を進めていくということで、私はもちろん安倍さんとつながっているんじゃないかなと。当然兄弟ですからつながっておりますよね。今防衛予算を増やさないといけない状況にあると。しかし岸田首相では自らその発言をすることはありません。なので安倍さんが代わりに防衛予算を増やすべきだと発言をして、その後に自民党内で揉んで、そして自民党から政府に提言をすると、その流れを安倍さんが作っているという形になります。なのでこの兄弟が日本の安全保障環境を作っているということになります。なので岸防衛省が防衛大臣をしてくれるおかげで防衛費が増えるということにもなります。もしですよ、防衛大臣が河野太郎であれば、このようには絶対にできません。なので今非常にラッキーなことは、あの岸田政権の中に岸防衛省がいてくれる、リベラル政権の中に唯一の保守の光が差しているということになります。続いて3月に自衛隊サイバー防衛隊が発足された。岸防衛省、サイバー攻撃の脅威は日々高度化巧妙化している。サイバー領域における能力の向上は喫緊の課題だ。各国の軍隊がネットワークやシステムに侵入してマルウェア、各個不正プログラムを埋め込むなどして指揮系統や通信機能を無力化する能力の獲得を図っている。ちなみに今回のロシアの侵略戦争、アメリカがですね、ロシアにハッキングをして全て重要な情報を抜き取っております。それはどうしてやっているのかというと、このマルウェアを使っていると言われております。なのでですね、このサイバー領域、今日本は全くできていないと言われていますが、ハッキング能力ができるかどうか、つまりここも専守防衛の精神が生かされているんですよね。自分からは攻撃できないと。なので専守防衛も見直さないといけないということにもなります。今の戦争というのは、戦争が始まる前、武力行動のかなり前からサイバー領域での活動は始まっているので、世界ではサイバー領域が非常に重要な部分を占めているということになります。なので日本も今後サイバー領域については、能力の向上は非常に重要な部分ということになります。そしてサイバー防衛能力強化のため、2018年度には430人だったサイバー関連要員を22年には890人まで約2倍に増員することとしている。ちなみに中国はもう何万人という要員がいるそうです。そして人材育成やシステムネットワークの充実強化といった政策によって、サイバー領域の能力強化に取り組んでいく。ちなみに岸防衛省はゴールデンウィーク中に、こちら産経新聞の記事です、アメリカのハイブリッド戦の対応を視察されております。岸信夫防衛省は5月5日米メリーランド州の米サイバー軍司令部を訪問し、視察を行っております。
日本の防衛省が同司令部を視察するのは初めてということになります。ちなみになんですが、このアメリカのサイバー司令部を訪問するということは滅多にできないことなんですよね。そしてですね、岸さんの隣見てください。自衛隊の制服組も一緒に同行しているということになります。これもなかなかできなかったことなんですよね。岸さんだからできるようになったということになります。その自衛隊の人もアメリカのサイバー司令部を訪問している。このアメリカサイバー司令部は今現在ロシアから情報を抜き取っております。それほど大事な部分を視察させてもらえたということになります。なので岸防衛省はアメリカから相当の信頼を得ているということを証明しております。そしてサイバー攻撃をめぐっては、ロシアがウクライナ侵攻に合わせて関係するハッカー集団を使って仕掛けたとされる、こうしたハイブリッド戦への対応に役立てる狙いがあります。もうこの通りなんですよね。今回このハッカー集団が戦争が起こる前から情報を抜き取って、バイデン大統領がウクライナに対してロシアはもう侵攻するぞと昨年から言い続けていたんですよね。むしろウクライナのゼレンスキー大統領はそれを信用せずに、あまり煽らないでくれと言っていたぐらいです。それほどハッキング技術がすごいということになります。そして視察ではロシアのほか、サイバー技術を向上させる中国北朝鮮の情勢について意見交換を行っております。ちなみに北朝鮮もすごいんですよね。お金がないのでビットコインまでハッキングをしております。そして3月に自衛隊サイバー防衛隊を新設したことを踏まえ、日米共同訓練といった今後の連携強化に関しても話し合ったということになります。そしてウクライナもアメリカのサイバー部隊から習っているというふうに言われているので、日本ももう習うべきだと思います。そして最後に決意を。岸防衛省、昨年までは考えられなかった事態が今起こっている。これまで特にミサイル防衛に力を入れてきたが、ミサイルを迎撃するだけでいいのか、あらゆる選択肢を排除せずに実践的に議論していくことが必要になる。ますます忙しさは増しているが、自衛官の士気は高く頑張ってくれている。これからも国民の命と安全な暮らし、領土領海領空を守り抜いていくためにしっかり頑張っていく、というふうに言われておりました。岸防衛省は頼もしいお方ですよね。そして続いては産経新聞でも緊急インタビューを行っておりました。情報戦優位に体制整備へ、という記事です。岸信夫防衛省が5月3日からの訪米を前に産経新聞の単独インタビューに応じた。岸氏はウクライナに侵攻したロシアの苦戦について、プーチンロ大統領に誤算があったと指摘する一方で、ウクライナ政府の情報発信が大きな効果を発揮していると分析。政府が進める国家安全保障戦略 NSS など戦略3文書の改定を見据え、情報戦で優位に立てる体制整備の重要性を示しております。岸氏はロシアのウクライナ侵攻について、国際秩序の根幹を揺るがす行為で断じて許すわけにはいかない、日米など民主主義国家が強固な連携を示すことが大変重要だと指摘。戦況については、プーチン氏の誤算とも言える部分はウクライナの強固な抵抗と国際社会の結束した対応だと語りました。なので今回の戦争の特徴と言えるのは、まずはウクライナが強固に抵抗したということです。そしてもう一つは国際社会の結束です。そして情報戦をめぐっては、侵攻開始前からロシア側が偽情報を発信していたことを念頭に、うっかりしていると大きなビハインドを背負いかねない。情報戦に勝利することは知識と経験が重要。各機関のインテリジェンス、情報活動をフル活動してこの分野で優位に立つことが戦況に大きな影響を与えると述べ、組織基盤の整備に積極的に取り組む姿勢を示しております。なので岸防衛省もロシアの偽情報、それに大きな警戒感を示していて、情報戦に勝利することは知識と経験が必要になりますよと。なので今回のロシアのプロパガンダ、日本国民にも知識と経験を生んだということになります。そしてこれから来る中国の情報戦に対して免疫ができたんじゃないかなと思いますので、非常にいい経験ができたんじゃないかなと思います。しかしまだロシアのプロパガンダ続いているので、皆さん騙されてはいけません。
そして岸防衛省の単独インタビューの要旨は以下の通り、まずは今年に入り安全保障環境はどう変化したか。岸防衛省、ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす行為で、断じて許すわけにはいかない。容認すれば他の地域でも一方的な現状変更が認められるという誤ったメッセージを与えかねず、国際社会として決して許すべきではない。日米など民主主義国家がしっかりとした強固な連帯を示すことが大変重要だと語られております。先ほどと全く同じですよね。続いてウクライナの戦況を見て、日本防衛に重要な点は、岸防衛省、プーチンロ大統領には誤算があり、侵略行為がどれほど高いコストにつながるのか示された。その上で日本では安全保障を最終的に担保し、揺るぎない意思と能力を明確に示す防衛力の強化が極めて重要だ。なので岸防衛省もロシアの侵略行為に対して、防衛力の強化が揺るぎない意思と能力を明確に示す行為になりますよと、世界がこれを見ているんですよ。もちろんロシア、中国、北朝鮮も日本が防衛力を強化するかどうかは見ていると。そして中国共産党が親中議員を使って日本が防衛力を強化しないように工作活動をしてくると。なので公明党の山口代表が盛んに防衛費は GDP 比 1% でいいと、あなたは中国代理人ですかというふうになりますよね。なので親中議員を炙り出すには非常にわかりやすいと思います。続いてウクライナ側の情報戦が効果を上げた。岸防衛省、ウクライナ政府の積極的な情報発信が大きな効果を発揮している。非軍事部門を組み合わせたハイブリッドな戦いが行われる中、情報戦は戦闘開始以前から着手される部分だ。うっかりしていると大きなビハインドを背負いかねない。先ほど言った通りで、情報戦が今後非常に大事な部分となります。続いて人的投資で組織的な充実を図るべきではないか。岸防衛省、その通りだ。情報戦に勝利することは知識と経験も大変重要だ。各機関のインテリジェンス、情報活動をフル活用し、この分野で優位に立つことが戦況に対して大きな影響を与える。おっしゃる通り、今の戦争というのは情報戦に勝利することが非常に重要ということをウクライナが示しております。つまりロシア軍が動く行動は事前に全て察知しているので、あれだけ少ない軍隊でも前線できる、それは情報戦で勝っているからということを証明しております。なので日本は今後は情報戦を重要視していくということになりそうです。続いて日本が海洋国家であることを踏まえ、どのような備えが必要か。岸防衛省、日本周辺には巨大な軍事力が集中しており、その強化や活発化の傾向が顕著だ。多くの島嶼部、広大な排他的経済水域 EEZ に守るべき国民、領土、資源が広く存在する。海上航空優勢の確保のため、安保環境に即した部隊配置と状況に応じた機動展開が重要。それらの確保が困難でも、相手のミサイルなどの射程圏に入らない脅威圏外から自衛隊のミサイルなどで相手部隊の接近を阻止できるようにしておくことだ。つまり今後、スタンドオフミサイル、つまり相手の射程圏外から戦闘機などでミサイルを撃ってすぐに撃たれないように離れていく、そういったことが重要になるということを言われております。続いてドイツが防衛費の大幅増額に政策転換した。岸防衛省、今回軍事力が行使される現実を目の当たりにした。国民の命と暮らしをしっかり守るため、この現実に何をしなければいけないのか、日本独自の防衛力を抜本的に見直していくことが必要だ。その上で日米同盟を強固なものにしていくなど、国際社会の連携を強めていくことがどの地域でも今大変重要なことだということで、やはりですね、岸防衛省が今非常に大事にしていることは日米同盟を強固なものにする。そのためには防衛費を増額して、それが日米同盟を強固にすると、そして国際社会の連携、つまり日本に有事があった場合、日本とアメリカだけで守るよりも国際社会が連携をするとさらに抑止力が高まるので、国際社会の連携は非常に大事になってきますよと
今のウクライナを見ると分かりやすいですよね。そういうことを言われておりました。そして最後に岸防衛省のツイート、こちら5月5日のツイートです。米国を訪問、5月4日オースティン米国防長官と対面で日米防衛省会談、長官と一対一も含め身のある話ができました。中国、ロシア、北朝鮮への対応、インド太平洋地域と欧州の安全保障環境は区別して考えることはできず、互いにコミットメントしていくことということで、5月4日に対面で日米防衛省会談を行うことができました。岸防衛省ならでは非常に信頼されていることが伺えます。こんな感じですね。杖を使えておりますね。膝が悪いというふうに聞いております。こんな感じですよね。非常ににこやかな感じで対面を行っております。こんな感じで会談を行っております。自衛隊の制服組の方がいらっしゃるので、非常に身のある会談ができたことが伺えますよね。なので岸田政権の唯一の光は岸防衛省がいてくれること、そして今後日米同盟は非常に重要です。今回のロシアの侵略によってアメリカが悪いと、それが原因だと言い切る人も出てきております。それはロシアの分断工作ということになりますので、日本は日米同盟によって守られていることを忘れてはいけません。もちろんアメリカにも原因があると思いますが、まずは日米が同盟を強化していくこと、そして国際社会が連携すること、それをしないと中国、ロシア、北朝鮮の脅威から守ることができません。それをまずは第一に考えていきましょう。ということで、また岸防衛省のインタビューがありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。